急速に発達して非常に強い勢力となった台風10号東海地方には今週金曜日から土曜日にかけて最接近するとみられています台風の影響は令和の米騒動とも言われるほどの品薄状態が続く米にもこちらがコシヒカリという品種の補助になりましてコシヒカリはもともと倒伏しやすい 品種なんですが、それが、えー、昨日今日の雨や風、それでこうやってペシャンコに倒れてしまっています。愛知県八戸市の田んぼでは、一部残っているコシヒカリの収穫に影響が出ているといいます。もともとですと、昨日や一昨日ぐらいには終わっているような計画だったんですが、これがまた雨が降ってしまって、ちょっとどうしても収穫できない。 日が続いてしまったので、結局この時期までずれ込んでしまっています。雨風に加え、穂が倒れた状態での収穫はコンバインにも負担がかかり、収穫作業がペースダウンするほか、品質の低下にもつながる懸念があるといいます。ちゃんとしたお米にとしてお出しできなくなったりするので、できれば早く過ぎ去ってほしいなと思いますね。 早く過ぎ去ってほしい。田んぼの水を抜き、量を調整するといった対策を講じていますが、限界があります。できるだけ多くのお客様に召し上がっていただきたいので、極力その収穫に関してもそうですし、精米に関してもそうですし。あの作業を急いではいるんですが、どうしても限界があって歯がゆいところはあります、ね。 米の品薄はスーパーに行ってみると明らかですポップが立つお米売りり場に商品はありませんその代わりに残念そうな客の姿がありましたもう4軒ぐらい回ってるもん、えー、食べさせない感がとりあえず昨日昨日あれだね最後の分を炊いたねお値段の方もね上がってはきますね200円ぐらい高いですかね アメリカさんは最近は知れてるんですけどもそちらもすぐ入ればすぐ売れちゃうという状況ですね。去年の猛暑の影響とインバウンドによる外食産業の引き合いで品薄状態が続く米現在は米の代わりにパックご飯やお餅がよく売れているといいます一方私たちに求められるのは冷静な対応です たまたまね10、10キロ買って、まだそれが残ってるけど、あと3キロぐらいかな、まあ、あんまり心配してません、また新米が出てくるからまもなく、新米の季節を迎えます。もうあと1週間、本当に 2, 2、3週間だと思うんですけどね、もう徐々に新米の方はできてきてますんで、そんなに買い込みしなくても大丈夫かと思いますけどもね。 今週末に一応入荷の予定はあるんですけどもそれはちょっと瓶を早めまして木曜日には入荷予定してます、ね。坂本農林水産大臣は今日新米の生育は順調に進んでいるとして米不足は順次解消していくという見通しを示し政府の備蓄米放出には慎重な姿勢です。 JA、AH、愛知経済連の中村さんに詳しく聞きました、はい、この米不足いつまで続くのかですが、うん、新米の収穫が9月末から10月頭ごろピークになるということですのでその頃には解消するのではないかとしています。ででは気になる価格ですが 農業の機会に人件費、これらすべてが高騰していますので去年よりもちょっと高くなってくるのではということでしたがまあそれは、うん、仕方ないですよねすべ、うん、てのものがそうなってるんで、はい、それは致し方なしってことかと思います。はい